株式会社、トヨモータースは愛知県刈谷市に本社を置いていたオートバイメーカー。1949年から1958年まで存在したトヨモーターという名称のオートバイおよびエンジンを製造、販売していた。戦前はオートバイレースのライダーとして活躍し、戦後はトヨタ自動車研究所に勤めていた川又和夫が1949年に 愛知県碧海軍カリア町に設立した。社名のトヨはトヨタにあやかって付けられたものだが、資本関係はない。ただし販売は日清通商との提携によって、トヨタ自販の販売網を通じて全国販売されており、事実上はトヨタグループの一員であった。創業当初は自転車に取り付けるためのエンジンを単体で販売していたが、やがて形式認定を受けた。 完成品のオートバイを製造販売した。ただし、エンジン以外の部品は部品メーカーから購入して自社で組み立てるアッセンブリメーカーだった。戦後の復興期において、豊モータースのオートバイやバイクモーターは手軽な庶民の足として飛ぶように売れ、1953年には名古屋市や津田区に名古屋工場を、壁海軍治流町に芋の工場をそれぞれ新設し、 エンジンと完成車を合わせて、月産6000台の規模を誇った。トヨモーターは、他社製品に比べて特にこれといった特徴はなかったが、その分堅実な作りであったために、耐久性に優れ、実用車として高い評価を得ていたのである。販売を担当していたトヨタ系ディーラーにとっても、トヨモーターの好調な売り上げは歓迎され、中でも地元の愛知トヨタでは社内にトヨモーター部を、 設置するほど注文が殺到した。ところが、やがてダイハツのミゼットに代表されるような軽3輪や軽4輪が普及し始めて、運送手段としての需要がそちらに移るに従い、オートバイには実用性よりもデザインや趣味性が求められるようになってきた。このような状況の移り変わりに実用一辺倒のトヨモーターは追従することができず、次第にホンダ、ヤマハ、 スズキといった後発メーカーのスタイリッシュで高性能な製品にシェアを奪われていった。また、社長の川又は周りの進言にも関かかわらず部品を他社から購入するアッセンブリ方式に関わり、さらにその部品メーカーも思い通りに動くという理由で二流、三流メーカーを使い続けたために製品の品質低下を招き、1957年には 生産台数は最盛期の7割までに落ち込んだ。一方、トヨタ系ディーラーの中でもトヨモーターの売り上げ全国1位だった愛知トヨタでは1953年から鈴木のバイクモーターダイヤモンドフリーをトヨモーターと併売するようになっていた。鈴木はオートバイメーカーとしては新興であったがトヨモータースとは対照的に 自社生産方式を取っていたために徹底的な品質管理による高品質な製品を生み出しており、徐々に同ディーラー内でのトヨモーターの市場を奪っていった。なお、鈴木販売部門は後に愛知鈴木販売として独立し、現在も愛知トヨタの系列会社として健在である。こうして業績が落ち込んだトヨモータースでは、社長の川又への内外からの風当たりが強くなり、 川又は1957年に社長の座を追われた。トヨモータースは人事一心で出直しを図るが、すでに製品には競争力はなくなっており、また頼みのトヨタ系ディーラーでは自動車販売が軌道に乗っていたことで、以前のようにオートバイ販売に頼る必要がなくなっていた。こうしてトヨモータースは、 かつての勢いを取り戻すことはなく、1958年、ついに社内整理に入り倒産した。トヨモータースを追われた川又は、名古屋市内で新会社を設立し、トヨモーター時代の実用主義をさらに進めた 99cc のバイク用エンジンを発表したが、資金難のために2年と持たずに撤退した。跡地にある、奥の工業仮屋市神奈町にある、 トヨモータースの敷地は奥の工業株式会社が使用している。2020年時点では旧トヨモータース本社社屋が現存している。2018年7月21日から9月2日には、カリヤ市美術館でトヨモーター店、メイドイン、カリヤのオートバイ物語が開催された。ありがとうございます。